令和新選組、山本太郎が暴言、第4次安倍晋三再改造内閣に。産経新聞によりますと、れいわ新選組の山本太郎さんが、第4次安倍晋三再改造内閣について、マスコミから、談話が出ていないのは、れいわだけだと言われましたので、コメントします。出がらし、お友達内閣に関してのコメントは特にございませんと、談話を発表してしまいました。 この安倍首相の人事評価については、成果を出せたかどうかということであり、成果を出せた人物、出せそうな人物に対して活躍の場を与えるというですね、非常に分かりやすいものになっております。成果が出せなければクビです。令和新選組には、山本太郎さんには、これ以上、 議員特権を増やす前に国民の皆様に対して国民が日本が抱えている問題の解決改善のためにですねしっかりと意味のある発言をし政策を提案しこういった暴言を吐く前に政治家として 責任を全うしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。